サ手市は埼玉県の東部に位置するし、人口は約5万人。1986年市政施行。江戸時代から日光成街道と日光街道の合流点に位置する宿場町として栄えていた。市内には徳川将軍が日光東照宮へ母山する際に立ち寄った昭福寺や明治天皇が行幸した折に宿泊した安在所跡が残る。 関東平野のほぼ中央にあり、埼玉県内では東部地域の北寄りに位置する。東京都心からの距離は約5 0トルである。利根川に近く、ほぼ全域が海抜1 0ル前後の中積低地である。しかし東部には自然堤防の尾高地や下宇佐台地の末端部など、海抜2 0ル前後の大地上地形も存在する。 市の西寄りを南北に東部日光線と国道4号が縦断しており、東部日光線札定駅とその東側の旧道、国道4号を中心に宅地を中心とする市街地が広がる。市街地の外側では水田地帯中に集落が散在している。近年は市南西部の国道4号沿いに多くの郊外型店舗が出店しており、 2005年には大規模なショッピングセンターも開店した。一方で、市中心部にある商店街の買い物客が減少しているとされる。注意、ここに記した旧札手町は1954年から1955年合併以前の町域を対象としており、他の行幸地区、上高野地区、吉田地区、権限堂川地区、桜田地区、八代地区、豊岡地区,岡地区に関しては、 行行村、上高野村、吉田村、権元道川村、桜田村、八代村、豊岡村の孔を参照されたい。人口面積地名以下は、旧札手町の大技及び小技である。なお、大技札手の小技に関しては、札手塾の孔を参照されたい。明治以前の産物注意、札手市及びその前身の札手町と合併する以前の、 拡張村の歴史については、それぞれの項目を参照。平成の大合併に際して、佐手市では、当初、県は異なるが、経済県や生活県が同一であるため隣接する、茨城県佐島郡五貨町との合併を目指して、法定協議会を設置し、準備を進めていた。しかし、合併後の貴族圏など、越境合併特有の難点もあり、 古試験合併反対運動が発生、最終的に増田稔市長のリコール運動へと発展した。発議自体は無効となったものの増田市長は責任を取って辞職し、2003年11月22日に出直し市長選が行われ隣接する久喜市の水道部長であった町田秀夫が新市長に当選。この結果を受けて、同じ埼玉県内での合併に方針転換し、 12月に、久喜市と足宮町が設置していた合併協議会へ加わった。2004年、三市町の合併後の新市名を桜宮市とすることが決定するがこの名称に対し、久喜市で反発が強まり、桜宮市を新設して合併を行う是非を問う住民投票が実施され、その結果去って市や足宮町では、 賛成票が上回ったのに対し区市で反対票が上回りが合併構想は白紙撤回されることになった。2007年12月、町田市長は区市と足宮町、栗橋町、南埼玉郡商部長の4市長が新たに設置した協議会で進められている合併協議に加わる意向を表明したが協議会側は去って市議会の承認を 参加条件としたことから、サ手氏側は、合併特例法の期限である2010年3月までに、手続きが間に合わないとして、これを拒否し、単独で存続することとなった。一時、歳入に占める借金の割合である、実質交際比率が18%を超えたため、借金に当たる地方債発行に、県の許可が必要な地方債許可団体に移行こう。 埼玉県内はースと3位の財政状況となったことがある。財政健全化計画の策定及び実施により、平成19年度に実質交際比率が18%を下回り地方債許可団体を外れ、現在の財政状況は好転している。農産物農業系組合商工系、組合商業施設首都圏中央連絡自動車道。 さっインターチェンジ資金にあり主に物流関連の企業が多く立地しているケーブルテレビ埼玉県さっ保健所かつて存在した学校市外局番は市内全域が0480同一市外局番の地域との通話は市内通話料金で利用可能収容局はさって局及びさって八代局郵便番号は市内全域が 340から 01XX である。タクシーの営業区域は、春日部市、草加市、越谷市、久喜市、八し市などとともに、県南東部交通圏となっている。愛称のある、道路権限、道包み。ありがとうございます。